皆さんこんにちは、アイでーす。ということで今日はアウトレットにやってきましたの理由の前に、元彼に振られたので100万円を使い切りたいと思います。これを今日は使い切るまで帰りません。なぜなら振られたので本当にムカついてるんですよ。ということで私の今日お友達が一緒に来てくれてるので一緒にお買い物していきたいと思います。本当に傷ついたの。だからお金使わせて。僕はその100万を何に使おうとしてたかを知った上でめっちゃ今日楽しいです。元彼にお金をあげようとしてました。100万円あげようとしてました。超かわいそうじゃない、はい、コメント欄あれそうやな。大丈夫です。お買い上げします、はい、まさかのルブタンで撮影 OK もらいました、はい、1個目購入完了。金額は後で発表します。金額はまだ内緒だけど、はい、まずこれ1個目。1個目、はい、待って、これ超可愛い、うん、めっちゃ愛って感じがする。買いや買いな、これ。使うの難しいって。え、100万使うの相当むずいって。むずむず。チューズ。イエーイ。これ可愛いよな。いっぱい買ってますね。ね、でもめっちゃ可愛かった写真。可愛い。はい。ほんまに思ってます。思ってます。順調ですか。男にあげようとして100万円。徐々に徐々に減ってってます。本当に、なんであげようとしてたんだろう。なんか声は盲目すぎたかも。なんでだろう。ね、なんであげようとしてたの。家帰ってきてて。どうしてもよりを戻したくて。お願い100万円あげなきゃ戻ってきて。え、顔がタイプだとそうなんねん。考え方多分金持ちのおじさんと一緒。いや、しんどい。戻ってくるって言われたけど、フリーダムでいたいって言われたの。フリーに女の子とデートもしたいし、100万払ってくなら家には戻ってくるけど、それはあいは無理だよって言って払わなかったです。おパンチを買いに、はい、行ってきてください。マジな爆買いしましたね。でも量見たらそうでもなくないですか。いや、結構多いと思いますよ。でもいい感じ。めっちゃ開封楽しみにしててください、はい、購入品の動画なんですけど、何を購入したかを見せたいのなんだけど、まさかの動画ミスで全部スローモーションになってたので、ちょっと使用してるものもあるんですけど、ちょっと今から紹介していきたいと思います。まず購入品を紹介したいんですけど、レブチン。可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛いでしょ。これね、ラス1でぴったりのサイズであったので買いました。多分いくらぐらい、8万ぐらいだった気がする。しかも後ろもね、このルブタンの赤がマジで好きなんですよ。わかります。うん、まだ入ってないですか。まだ入ってないです。化粧品とかもそうですけど、買うだけ買って使わない癖がある。コレクターってことです。いや、そうだから私の部屋エグいですよ、うん、っていう感じで、まあ、これもまだ入ってないんですけど、次のディナーの時は履こうかな。まず1個目はこれ。結構今使ってるんだけど、このフェンディのこれ、アウトレットで3万とかだった気がする。こんな感じで、あとこの指輪です。これ一緒の、なんかこれ見えてます。おそろい、うん、全部2、3万だった気がするんだけど、これちょっと言ったらあかんかもしれんけど、グッチっぽくないですか。でこれもつけてみます。で、まあ、フェンディは一応アクセサリーはこの3つと、たらーん、一目惚れして、これはセールになってたけど10万くらい、うん、3つ折りになってて、まあ、小銭も入る。これは超一目惚れしたので、これは買いました。で、あとはキーチェーン買いました。キーチェーンはなんで買ったかって言ったら、元彼が勝手に買ってたの。鉄腕アトムみたいなとしんちゃんつけてたから、それがあまりにもダサすぎて出てったし買いました。まあ、4万ぐらいだったかな。でもって、まあ、ここに出てるんですけど、これは大本命でした。私のバレンシアがほんまに一目惚れして、普通に今も全然使ってるんだけど、セールでもまあまあ30万ぐらいだったんだけど、マネージャーさんもご了承して、これ愛さん絶対可愛いっすよって言ってくれて、まあこれは買い物した中でお気に入りかな。で、次はディーゼルで洋服を買いました。まずこの、なんかまだ着てないんだけど、しわくちゃやんっていうか。って、まあ着たら伸びるやろ。私ムチムチしてるから、まあ着たらおっぱいとこもこうやって伸びるからって感じなので、ナイトアウト用っすかね、これは。これ2万円ぐらいだった気がする、うん、これね、めっちゃ可愛いんだけど、いつ着ようかなっていうんで、まだ着てなくても結構シワクシャになっちゃってるんですけど、なんかピンク系のブランドイメージの展示会とか、そういう時用じゃないですかね。 D って入っちゃってるんですけど、いけます。まあいけるっす。いやー多分セールでも8万ぐらいやった気がする、うん、ね、メンズはこういう服は好きなんですか。
絶対さあとこれほぼ下着っすね。え、違うよね。私これで一回でもこの前ビアガーデン行ったっけ、めっちゃ可愛かったですよ。いいっすね、マジで可愛かった。かっこないですか、来たら、うん、これなんか意外に来たらめっちゃ可愛いって感じ、うん、値段ちょっと忘れちゃったんですけど、6万くらい。これは絶対にまた D だってか、正直全部 D なんですけど、ね、ここで言うことじゃないと思うんですけど、私性ってアートだと思うんですよ。だからなんやねんみたいな顔でこれ2万くらいだったかな、めっちゃ安いからみんな買った方がいいよっていう感じがディーゼルでございました。カルバンクラインなんですけど、これもちょっと私もう着ちゃってるのでちょっと枚数が少ないんだけど、2枚入りのブラのセットの箱と3着入りの下着を2箱買って3万ぐらいだったんだけど、うん、カルバンクラインは絶対メンズ受けするから絶対みんな買った方がいいと思う。持ってる人多いと思うんだけど、うん、え、見せていいですか。超エロい写真を撮ったの、これ買いました。はい、次はこれで最後かな。ただヴェルサーチ12、3枚、さりげないヴェルサーチのこれが怖いですよねという感じで、まあ以上になります。総額97万とかかな。まあなんでほぼほぼ元彼に使おうと思ってたお金は使い切ったという感じで、ということでメンズに払うお金は全部使い果たしました。これからもちょっと振り回されずに美しくいたいと思いますということで爆買い企画はこんな感じでした。チャンネル登録と他 SNS もお願いします。じゃあねー